Can you guess the Dragon Ball character's voice? There are 9 seconds and 20 questions. Show off your level.貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性。俺は遠慮するよ。正直言ってお前たちの修行にはついていけそうもない。俺は俺のやり方で修行するさ。お主らは忘れとるようじゃな。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。これが星もろとも消せばこの世からサイヤ人は消えてなくなる。所詮スーパーサイヤ人というのは。カカロット、スーパーサイヤ人になったからっていい気になるな。この俺はそのうち必ず貴様を叩きのめして。奴らにそういう甘い希望は持たない方がいいと思いますが、とんでもなく冷酷な奴らです。少なくとも俺たちの時代。貴様がいくら想像以上に強くても、その程度では人造人間には絶対に勝てんぞ。孫君がここに向かって飛び立ったの。到着はなんとたったの6日後。しかもすっごい修行をしながら。ベジータ、フリーザ、セルにブー、これまでいろんなやつと戦ってきたけど、この世にはまだまだ。武道大会の目的は強さの確認と全世界を恐怖に陥れること。ともあれご苦労じゃったな悟空。また先祖が育ったら分けてやろう。ともあれ、ご苦労じゃったな、悟空。ドラゴンボールを7個揃えし者よ。さあ、願いを言うがいい。武道
上会も楽しみだけど、お父さんと久しぶりに会えるのはもっと楽しみだな。あれから僕も。悟空さがいつもこうやって働いてくれりゃ、悟空さがオラに黙ってごはんちゃんに武術を教えたりしてねえか心配だ。家の中におられる最長老様はドラゴンボールを作られたお方だ。もし最長老様を殺せばドラゴンボールも消えてなくなる。お前はいざとなったら逃げてくれよ。だってお前が死んだら神様も死んじゃうだろ。そうしたらドラゴンボールまで。へへへ、俺を甘く見てないか。魔人ブーを倒すぐらいこのままで十分だぜ。へい、セルタやら、俺にはとっくにバレてるんだぞ。都や軍隊を破壊したのは。まだよく分かってないようだからはっきり教えてやろうか。無駄なんだよ、俺に勝とうなんて。貴様、さあ願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。How many did you guess correctly? Please comment below.